まあ、次は長年の阪神の課題の内野守備ですよね。はい、ちょうど福留さんが入ってちょっとしたぐらいから、うん、なんかバタバタっとちょっと、そうですね、なんか最初のイメージフライを結構落とすなっていうところから、なんかいろんなこうね連携プレーだったり、ね、内野、ね、何でもない頃をポロッとやってみたりとかっていうのが増えたなっていう印象なんですけど、うん、なんか急にフライ、本当にそのフライが間に落ちる、お互いがこう遠慮する、そういうのが続いて、そこからですね、なんかすごい消極的な守備になったっていう、うんうん、まあちょっとね見てるとやっぱ取る時もこういう感じで、そう、もう何としても取らなきゃって、このなんかね震えてるまではやらないけど、そう見えるちゃったっていうぐらい硬いなっていう、もう少し動きながら足使って取ればって、ね、僕ら外野手だったら旗から見ててそうやって見える時もありましたけど、でももう内野手は必死でしたからね、まあ、よくあの連鎖するじゃないけど、なんとなく連鎖反応で、しかも長い連鎖反応で、その日の試合の連鎖反応はあったとしても、阪神はあれからすごくこうね、いまだに約何年、7、8年ぐらいなのか、連鎖反応のまんまなのかな。だからね、あの甲子園でフライが上がった時の、あのお客さんでしょ、お客さんの反応がすごいですからね。わかるわかるわかる。こっちも打ったらとりあえず一回息止める。相手チームもとりあえず打ったら全力で落とす、あの落とすと思って走っとけっていうのは、そういうのだって試合前のミーティングそうでしたもんね。なんかそういうところ多かったっけ。だからあの新井さんが今年監督になられましたけど、あの新井さんのところにフライが上がると、あのギャグかっていうぐらいにスタンドがうーってこうフライと一緒にこう歓声がずっとこうなっていくんですよ。た時にこうなんかそれがね、ミスが、ね、点に繋がんなかったら、まあね、そうそう、やった本人的にもいいけど、ここごとく失点に繋がるイメージだったし、それが必ずもうミスから点取られる、ミスから点取られるっていうのが続いて、そうだね、それがこう内野だけじゃなくて、今度はもうフライでも外野で、じゃあ糸井であったり高山であったりとか、やっぱり何でもないフライをポロっていきなりやったりとかっていう時もあったので、なんか急にあのみんながフライ取りに行くの嫌がりだすっていう、外野手フライ取りに行くの嫌がりだすっていう、デーゲームでもあるじゃん、ナイターならまだ分かんないけど、デーゲームでもどこか巨人戦かなんかでポンって落としたんだけど、なんか取った後のでゲーム終了ってあったの。あ、中谷、中谷、そう、あれも今だから言うけど、あれ落としてるからね、はい、落としてますからね。普通に落としてますからね。普通に落としてたから、あれって思ったけど、まあね、ちょっと点差も離れてたし、まあって思いながら見てたけど、ある程度監督も変わって、なんかこうちょっとずつこう変わってきたら、その辺のあれもなくなるのか、もうちょっと自信持ってやればいいんですけど、なんか急にあの練習中はそんなことないんですけどね、ゲームになると急に、だよね、はい、いや今日も見ててノック見てて、そんなにそんなにというか普通に足さばきもいいし、ペッペッてこうスローイングもいいしと思うんだけど、試合になった瞬間にね、あれが急に固まるんですよね。そうだね、だからやっぱりあのグラウンドでね、一軍のグラウンドであの守備をとりあえずやればいいんだよね、エラーしてもいいから。そうなんですよね。そうじゃないと先に進めないから、とりあえずあの気持ちの楽さとあのさばき方を一軍でやっちゃえばね、そこでエラーしたらもう次につながると思うけど、練習と試合をもう別物の動きにしちゃうと、なかなかその先っていうのはいけないし、そうですね、やっぱりこれはもう阪神ファンの方々に温かく見守っていただくしかないのですかね。バッターもそうじゃないね。そうそうそう、もうね、チャンスなどこうやって力んでこうやっていって、とりあえず力を抜けばなんとかなるのに、まあ本当にだからその辺の気持ちをね、練習と同じような気持ちを試合で、そうなんですよ、見ててだからみんな下手じゃないんですよね。下手じゃない。
うまいんですよ普通に。でも本当に難しいボールさばくのに本当にここら辺に来た時にポロッてやるから、ね、イメージが悪いんですよね、うん、甲子園 のまた応援も戻るかもしれないわけじゃないですか。そうですね、5月ぐらいに、うん、またあーって言われるんですよね。そうなった時にさらにこう、ね、固まらないようにしようってさらにエラーが増えたってならないようにしてほしいなっていうまあだからもう逆に言えばそれをしないように普段通りできるようにもう自信つけるためにはやっぱ数受けるしかないですか。数受けるのもそうだけどやっぱりさっきも言った通り練習のあれをあの試合の緊張感の中であのリラックスさで守れるか守れないかだと思う。これもうエラーしたって僕は褒めるべきだと思うんですよ、それができたって、だからもうコーチの人が見ててそれじゃダメだっていう取ったってアウトにしたってそれはって言わないといつかは、うん、うまくはならないのかなって。動けなくなっていきますよね終盤になればなるほど。だから点差がいいねあってとか点差が離れて負けてる時とかにいいプレーしたってしょうがないんで、いかにあのね同点とか緊迫したのか、ね、常にイメージしてるのは8回の裏2アウト2、3塁ショートゴロとか、もう取るエラーしたら2点入るし暴投しても2点入るっていうシチュエーションを常に思い描きながら、意外と大差で勝ってる大差で負けてる時ってそんなミスしてないでしょ。この1点がっていう時にねそのイニングの頭で急にエラー何気ない頃エラーしたりとかっていうイメージはすごいあるから、まあそう今言われたようなそういう気持ちの持ち方っていうのがまあどんだけ大切なんだろうというところでしょうね。まあガラッとね首脳陣変わったし、あだいぶ変わったんで、うん、本当にやっぱりねある程度厳しい方も来たと思うんでね、口が厳しいじゃなくて、ね、目が厳しい方が増えたんじゃないかなと思うので、プレッシャーに感じない、まあ、いや逆にそういうプレッシャーを今のうちからやっとけばいいですよね。お互い星野さんに震えてたよね、はい、やばかったですよね僕本当隣のベンチ帰ろうと思いました相手ベンチエラーした時何度かあっちに足向きましたね。キャンプの時も厳しかったよね。怖かったです。なんか急に空気変わったもんね、ノッカーのね、はい、もうパッて普通今までノック打っててノッカーの打球が変わった瞬間に監督どっか来たろって言って、ね、本当にあれ分かりやすかったですよね。そう分かりやすかった誰とは言わないですけど普通にその前の、ね、ノックの打球と気持ちよく取らせてくれたのに急になんか厳しくなったなと思ったら急になんかギリギリのとこ行く、あれもう来たなっていうでパッて来たなって言ってこうって振り返る瞬間をこう利用してパッて見るとはい、あっちから来たなっていう